皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。初戦からまさかのボッチさん対面でメタドラガールミラーですね。で今回ですね、メタがエミリアではなく、もう一個すごい面白い固定します。でも強ピオリも2800弱あるんだよね。メタがトロール、これがねかなり強いと思ってるんですよ。なのでやります。ちょっとキャラ数足りなすぎる気がするんで、さすがに回しましょうか。すごい好きな下手だったんですけどね。ワイラ無理なんで回しますか。でもそろそろ妥協しないと時間もやばいんで、限界ですかね、時間的に。行きましょう。チビ砲はね、対エメリア結構有効ですね。飛び上がってる最中はスキル食らわないんで、流れてきたエメリアだったら処理できますね。流れてきたやつだったら。だったらですね、本当に。で、ボッツさんのサブがわからないんで、そこだけ、まあ気になるところではあるんですけど、俺は強 P 持ってようが、メタドラガール初手でいきます。初手のメタドラガール強いんで。でも、あれはもういいや。めんどくさくなっちゃった。倒しきってもらって、前、違う、バカ野郎。違う。バカタレが、なぜだ、貴様。さ、トロールも出してますが、さ、ここだね、問題は。シャークダブル重ねしてドーンで、この終わるタイミングぐらいでグアルカジ狙ったんだけど、終わるタイミングじゃなくて終わってから、あ、やってる最中出ちゃったね。まあでも倒せればいいでしょう。ひとまず倒せれば OK で、トロールがガチガチやってくれてはいますが、相手のナース倒せてないんですよね。シャークは残ってるんですけど、ドーン、もうスキル入ればナースは倒せる。 OKOKOK、 いいよ、悪くない。でトロールやってくれましたけど、相手ビートル2体使ってくれてるんで結構熱いですね。あれ、これ剣士出なかったっけ。あ、やっぱエミリアだね。あー、最後の一発出なかったな、スキル。ただ別に流れ悪くはない。さあビートル出された。でも結構削られてるんで、ビートルさん、それ自体は倒せて、チビフォアの最高。あ、待って、ミスった、ワンパンだった、忘れてた。ここだけチビピク必要だね。ただ結構引き込んでからやんないと、メギド打っちゃうんで、ここは大丈夫だよね、ワンパンじゃないよね。もうちょっと怖いんで剣士置きましょうか。さすがにワンパンじゃないと思うんですけど、チビピクはリムロに負けそうなの、何なの。さすがに大丈夫か。ただちょっと俺今回キャラ数があんま足りてないんだよな。飛行形態取られてる、シャークは強いんだけど、やっぱボツさんもエミリアだったね。まあ、エミリアマジ強いからな、使う気持ちはすごいわかる。マジ化け物だからエミリア。負けなきゃよしだね、結果的に。最終的には取った、ただ勝ちはなし、判定だけと。で今メタドラガール下行っちゃったんですけど、なんで下行ったんだよマジで。上から来たのに、あの上に行かせたかったんですよ。でトロールと同じラインで戦わせたいんですよね、本当は。トロールと同じラインで戦わさないと意味がないんですよ。まあ続いていきましょうか。この相手のキャラはちょっと良くないっていうのはメタドラなんですけど、トロールのオナラ入んないんですよね、あの防御力ダウンが。このオナラの防御力ダウンとメタドラガールの多段ヒットの大ダメージプラス、メタドラガールが押し出したことによってオナラがもう一発入るっていう、かなりエグいコンボが強いんですよ。なのでこれはね、ちょっとね、 よくはない。相性としてね、固定のね、まあ、あくまでも固定のこれでいこうか。まあみんな引けてるんで、一応メタドラにはごめんなさい、メタドラには有効ですね。ただし、まあ、一直線取りでも素晴らしいんだけど、砦を削れるのが、まあ、基本的なメインがパワードになるじゃないですか、中型の場合。まあ、相手がキャラ切ってくれればレードラでカウンターして削るんだけど、そうじゃなかったらね、パワードになるんで。で、パワードって、一応俺ワイヤ対策で置いときたいんで、なるべく使いたくないんですよね。なので、メタがいきます。で、後ろコンボ置いていきましょう。で、スキルは打ってくれた。それでは多分ね、削ってくれると思うんですけど、あそこに行くのかなりめんどくさいな。ここはおなら狙いドーンして、あー、カエルマジめんどいっすね。投げてくれてますね、一応。でメタドラガールまたスキル打ってる。おならもう一回打ってくれたら神なんだけどな、これ。打ったね、一応ね。もう一回やめたね。あ、もう一回打った、えらっ、え、ちょっと倒しきった、やばいなマジで。それで切るのマジ強いんだよな。ただね、カエルがマジできつい。あ、倒してくれたね、カエル。これ、パワードが殴ってくれてるのめちゃめちゃ熱いですね。後ろから殴ってくれてるんで、それプラス、
剣士の裏と使って狙いには行く。で一応ねこれ、あ、いやコングもいらんな、これカエル出てくるけど、これコング上から切ってレイドラ、あーレイドラも行かない、カエルも行っちゃうか、なるほどね。あ、まあレイドラ倒してくれたからいいや。あ、なるほどそれか。いやこれでも殴り合わなきゃいけないなこれ多分。うん、剣士は倒せるね。で殴り合うんですけど、これサイスキン多分負けんじゃないかな、ミノサイスキンマジで壊れてるんで、これ多分負けると思うんですよね、この後だね、負けるのは。で後ろは一旦パワード、もう一回レイドが置く必要あるんですけど、一回パワードですね。でレイドラ、レイドラドン、あーまずいねこれ、これでも削られてるんで、しかもあーバサカが天才すぎる、マジで。ごめんなさい、ちょっとなんか音やばいかもしれない、外でね今ね飛行機が飛んでますね。ミノがね弱い、まあ一応メタドライン対策でミノ引いてるんで、まあしゃあないんですけど、サイスキにねマジなすすべもないんだよね。せめてさもうちょっと安定して倒してさ、パーツ1個ぐらい壊してほしいじゃん。倒す、かなり削られてさ、腕に負けるっていうね、ちゃんと分回しも打ってるのに。ただやりたかったことは伝わったんじゃないかなと思いますね。メタドラガールの押し出し、トロールがおなら連発、トロール結局おなら4発打ってますね。でこれがメタドラじゃなくておならが有効なキャラが対面に来ると思ったら熱いで、相手持ってんだけど、これ受け取れくんねえかな。点差25でしょマイナス、俺これ干渉したの25返ってくるよ。俺今強ペイ2800弱あるんで、めちゃめちゃ熱いけどね勝てれば。でサイスケだね、裏がサイスケなの分かったんで、できれば先に大型を切らずにメタドラに有効なキャラを当てたい、引いてね。またミノ引いたけど、どうかな。一応メタドラに有効なゴレガではある。メタドラじゃない、メタドラ？サイスケに有効なゴレガではある。そう、これで、とりあえず行こうか。まあ、銀さんが刺さればいいなって感じではある。キャラ数がかなり少なくて壁張れないんで、テンポよく攻める必要があるんですよね。あえてこれ足引いてくんねえかな？引いてないか。足引いてくれたらね、2-2で始められて、そっからワチャワチャできるんだけど、こうなっちゃうと3取らなきゃいけなくて、いや、いいや、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。取ってくれたらいいわ。取ってくれるなら、ちょうどいいですね。さあ、ひとまずワイライって、お、同じキャラまた引いてきた。で、同じキャラ引いてきたのはいいんだけど、ちょっとやべえなっていうのが、俺あのカエル見れないんだよな。どうしようかな。おお強い名札、これ行くしかないんで行きます。銀さん行くしかないんで銀さん行きますか。本当は行きたくないんですけどね、帰りに出したらこれよくないんで全く。まあでもスキル打ってくってる、当たんねえんだそれ、当たんねえし、トロールは頑張ってるっぽいけど、この後がやばいね。まあメタドラのラインを下げるたっていうか、あれなってるんで、どこでゴレガを行くか。まあ、白前だな、これが、ゴレガ行くのはもう。結構ドローンの流れ出てるわ。ゴレガ白前行きます。これ多分勝てないんで、もうゴレガ白前にして、ヘッジね。オッケーオッケー。で、ラビットやられてもらって、ワイラも上切ります。ここ取られせるしかないじゃないですか。もう無理なんで。あとはそこ勝てないんで、あ、取られちゃったか。剣士置くのも遅い、これ遅いんだね。ラビーラビー、ひとまず銀さんは置くんだけど、まあラビットは勝てるんだけど、絶対に。これが引っかっての終わってんだけど、マジでもう一回飛ぶよね。ダメージ入ったぞ相手に。俺も入っちゃった、マジか。俺白前の歌これが引っかかるのかなりゴミだな。まあサイスケには有効なんで、サイスケ止まるんですけど、一生モジモジしたんですよねこいつ。というわけで残念ながら銀さんの使いどころが全くなかったって感じだね。抜けなかったね、ただ。ありがとうございました。
さあこれまたちょっと異色に苦手なキャラ来ちゃったな。キラービーリーダートロールは流されても結局麻痺で動けなくなっちゃうっていうね。まあ、あの相手の大型に対しては強いんだけど、トロールの強みって流れた後が強いんで、止めどうやって止めようみたいなね。そこでキラービーリーダーだとまあ簡単に止まっちゃうよねってところはある。行こうか。マリオネット、キラービーに有効ってか、まあ、麻痺が入らない。ただキラービーに有効とはいえ、結局あのリーダーキラービーの火力だったら流したマリオネット一体で見れるんで、後ろから殴り続けて、まあ、麻痺らずにキラービーにダメージを与えられるよっていうタイプだね。また銀さん引いてる。銀さんは枠外運用してます。まあ、銀さん自体は俺結構好きなんで、普通に強いと思ってるんで、大型戦さえ終わらせられればだけど、大型をねぶち抜いた後がマジで強い。でも大型ぶち抜けなかったらマジで弱い、勝てない。打ってウサギかな。ウサギで打つか。うん、これでは取れたね。で今回メタカグリドラではあるけど、ダビッド強いな。アマゾネスも火力嫌なんで、できればこれでペチペチ削りたくはあるんだけど、ドン。ここは行こうか、もうね、こうやったら行ってもいいと思う。さあここ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 トロールも行って、ドーン、グリドラ行こうか。本当はこれね、このラインに重なったの良くないんだけどね。まあ倒せればいいかな。足元回復、剣士を打つもりが倒されてんな。さあワイラ行って、マリオネット重ねちゃおうか。これワイラ死んでんだが、また銀さんの使い道が、また銀さんの使い道を見失ってるね。まあ一体流すか、ここでしか使うとこないし。さあカグラがこの後頑張ってくれねえかな。で大砲一発で落ちるんで、3、2、1でワイラ倒すじゃん。ドン。ただこの後だよね問題は。俺この後のラビット1体しかないんだよな。40秒か。ちょっと怪しい雰囲気出てきてるね。オッケー、こっちにキラービー使ってもらって、このタイミングでこれでワイラをやってもらって、アマゾネスは足が遅いんで剣士ポチポチで止めたいよね。もう一回は打てないんで、ここで剣士ポチポチで抑え切ってドローと。はい、ありがとうございました。トロール先行きたいな、メタカよりも。トロールが後ろから追いかけちゃうね。よくないね、それは。はい、それでは続いていきましょう。お相手がブーラードですね。あれだな、メタカ先出し強いんだけど、メタカ先出しするならやっぱりエミリアとかの相性が良くて、相手のキャラにメタカトロールって重ねるのが強いかもしれない。そんな気がしてきた。すごい札好きだな、これ。で、ブラドだったらね、メタカトロール行っていい気がするんだよな。これで行きます。ブラド倒しきれないんだけど、あの、メタカで先出ししても、ブラドで壁張ってくれるじゃないですか。つまりそこにトロール置けば飛ぶんですよね、必然的に。要はトロールが対象がいなくて、追いかける、歩く歩くってならない。っていうのは、一個面白いかもしれないね。で、ブラドを引いてる相手が、対空を引いてるかどうか。引いてなかったらね、ワイヤ俺ね、流しで使う。かなり上下で。ああ、上かな特には。それで使えれば結構熱い。これ剣士から飛んじゃう？うん、そうだよね。まあ、剣士を飛ばしてくれたのは熱くて、倒してくれるのも熱くて、まあ、行くじゃん。で、これブラド来るでしょ？あ、まだブラドじゃない。一回撃ったら、行こうか。はい、トロール行こうか。おなら、大ダメージ。で、ここで、おなら打ってほしいんだよね。そう。で、トロールに困ってほしいんだよね。あー、死ぬか。それ死なないでおっしゃったんだけどな。まあ、しゃあないね。あ、しかも、まあまあいいんだね、これね。はい。
ワイラでそれはやってもらいたいんだけど、スキル封印入れてもらって、オッケーオッケーオッケー、いいよ、もう十分。ただナスは引いたんだけど、相手がねまさかのねマーマンっていうねかなり苦手なキャラが来ちゃってるんで、え、なんで、うわ直された、あ、うまいな直すタイミング、なるほどな、相手のあのバラバラする瞬間にブラが置いたんだね、これ上手い人だ、分かってる、対ナス対策を。サイスケね、え、取られた。サイスケね、ブラとね、対策できる方法があるんですよ。それが今のタイミングのあれ動きなんですけど、あれマジで強いんですよね。さあ、問題ここ。これだ、負けんだよな、まさか。これ下見るべきだったかな。いや、これ、トーマンポチポチの下見だったな。ミスったな。トーマンにまさかで勝てるわけないんだわ。はい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 、点差できるかどうかって感じ。いや、どうかな、これいけるかな、点差なんか、だって倒した豪快者豪快者出すのちょっと予想外だけど、はい、あれまだ勝ってなくないか、俺この動画トロールとの相性がいいのは間違いないんだけど、まだ勝ってないな、点差で40はマジでえぐいって。はい、それではね、ラストいきましょう。ちょっと勝って終わりたいね、勝ってね。俺このメタガトロール普通に強いと思ってるんですけど、勝って終わりたいよな。で、ブラードと、いい札ではあるんだよな、いっちゃうか。じゃあ、まあブラードコングで見れますよと、で手数も一応ありますよと、ただまあ足が遅いからね、ただメタガで頑張ってねみたいな感じだね。でもやっぱね、この組み合わせね、大型に当てたいんだよな、先に。だから中型戦を圧倒して、出てきた大型にババって出して当てたい。本当は。そしたらまとめて破壊できる気がする。先出ししてやっぱ強いのは、メタガだけ出してからの、後から引っ張っていくエミリアの方が強いと思うんだよな。なるほど。取られるよね。まあ、しょうがないね、これはね。結構削ったね。フォアドラ行こうか。ここはトロール行かないと思ったんだけど、これはまずいんで行きます。ドン、なるほど、ドン。ただバラバラしてないね、これね。あ、バラバラか、あれがしてないね。さあ奥どうしようかね。何殴られてんのか分かんないんだよな、それ。バルガを時間差処理してなんとかできれば完璧なんだけど、それができるかって感じではある。ただよ、頑張ってくれてんのはわかる。トロールつんよ、マジで。相手取り取ってねえわ、今思ったらさあ、こっから勝ちに行くんだよ。トロールがマジで強いね。コング1体残しとこう。残しとかないとこの先ね、白前のブラで抜けない可能性があるんで、コングは1体残しましょう。って思ったんだけど、まずいか、朝倉がやられてる。取れなくて先に行けない流れか、これマージか、これ無理なんだ。でワンパンと、うん、残念。なかなか熱い試合だった気もしたけど、ダメージレースオブダメージレースって感じで、まあエルフ引かれたのしゃあないね。パワードラがぶっ殺されちゃった。なんならエルフだけじゃなくてウィッチまで引かれてる、えぐい。 OKOK、 じゃあメタドラガールを先に切らなくてもいい大型を引こう。ロボガとかメタドラとか先に設置してやっといてくれるみたいな、先出し系の大型を引こう。で相手の大型を呼んでメタガトロール、え、これ強くね銀さんが機能するかどうかぐらいだな。メタドラガールとエミリア引いちゃった。メタガトロールエミリア連打って、
熱くない？そんなことないかな。いや、それちょっとやりすぎな気がするんだよな。多分オーバーキルな気がするんだよね。ちょ、判定じゃね、満足できないから勝ちたいんだけど。そうだよね、打ってくるよね。もう一回打たれたらマミー行くしかないんだけど。打たれなくてもマミー行くしかなかったか。こうなると面倒いな。これ銀さん一回行くか。しょうがない。あ、ブラード来ると思うんだけど。あ、ブラード来ない。多分メタドレ行こう。じゃあ。これカランプ入んなよ。あ、でもハリセン待ってるから、これで治る？銀さん。あれ？あ、違う。ハリセンじゃねえわ。回復さんどっちだ？ん？回復どっちだ？わかんねえ。来た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 。噂をすればなんだら。ここ行こう。ドーン！ドーン！お腹ドーン！いいよ！ただいいんだけど、お兄さん行こうか？邪魔だな、あれ。ただこの防御力ダウンが入ってるんで、いいダメージ入ってるんですけど、エメリア使ってないんだよな、俺、今思ったら。さあ、倒せる。俺、エメリア使ってないわ。今気づいたわ。相手キャラ数多いな。え、これだってさ、当番流されたら負けるじゃん。つまりエミリアこっちを関係ないよね、一体ね。必殺技ー、あ、どすこい。でも、カヨンパみんな入ってんだけど、そんなにカヨンパ入んの、君たち。必殺技まだー。マミー、エミリアが強いのはわかるよ、ちなみに。さあ、一体恨んで倒して倒して、エミリアが強えってことだろ、知ってるってばよ。とエミリアが強いのは知っております。上のライン止まんないことも知っております。1、2、3、これでこれ以上コスト使えなくなった。これで10コスタマリアする。もうどうせこのハーピー俺抜けないんで10コス使いましょう。大砲撃たれるだけ。この後で剣士飛んで点差だね。いや、いける。おお、いいね。じゃあ10コスたまんなかったわ。これがね、0秒の時に10コスたまるんですよね、調整的に。というわけでやっと勝ったんで終わろうか。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。トロールです、どうでしたか。相性がいいのは間違いない。で、後からだんだん分かってきたのは、トロール置いてかれたくないから同時にドンって切りたいっていうのが分かった。でも同時に切るなら、まあ、メタガとの相性ももちろんいいんだけど、結局ね、メタガを使わずに試合を進めなきゃいけないっていう感じ。で、メタドラ使いました。最後の試合がね、トレが使われました。メタガトロールみたいな。ただメタガはまあスキル打たずに封印入っちゃったんで、メタガは特に何もしてないんですけど、まあ、イメージとしてはそんな感じ。で、一気にドンってやって、先出しした大型が、まあ、残ってもいいし、何してもいいし、大型が2体こっち残ってる状態でトロールと一緒にぶち抜くみたいなのが強いのかなと思いました。うん。そんな感じだね。で、皆さんちょっと一個面白い話するんですけど、トロールこれ今 HP2667 あるじゃないですか。サイクロガールとか、クラーケンとか、初期 HP 知ってます？これぐらい。やばくない？初期の、いくつ ?30 フルだっけ？だから30フルプラス団子か。ちょっと覚えてないですけど、これぐらいっす。トロールは、度重なる情報でここまで強くなったんですよ、ステータス。逆にあいつらはどんだけ弱かったんだって話なんだけど。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。